先告知を決定戦、イエーイ、イエーイ。はい、今日の企画はですね、はい、先告知をですから、先告知を、今の機種ってみんな先告知が、先バレ、先バレ的なやつだよね。好き好きあるでしょ、好きでしょ、大体好きよね、先バレつけるよね、それをいっぱい鳴らしてポイント稼いでいくっていう、わかりやすい、そうなんです、簡単な企画でございます。よかった、なるほど。先告知王を決めるということで、先告知王に輝いたらご褒美がもらえます。おー、ありがとうございます。城が立つかな、城が立つぐらいもらえるかわかんないですけど一応簡単なルールとしては、まず先バレを鳴らしたら1ポイント、はい、どんな機種でも、で、大当たりをしたらさらに1ポイント、おー、なるほど。で、さらにラッシュに入ったらプラス1ポイントで、プラス3ポイント、はい、稼ぐことができて、一応時短がついてる機種だったら、うん、時短引き戻し、まあ、その鳴ったやつで当たって時短入って引き戻せば、そこも一応1ポイントもらえるんで、なるほど。できれば先バレ鳴らして当ててラッシュに入れるのが理想。あれはリゼロのラッシュ中先バレ、いい質問、ラジオ気になるね。右打ち中もね、ポン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 先バレなる機種があるんですけど、うん、今回は右打ち中はポイントには入らないんで、じゃあリゼロどうしようかな、ってなると結構機種によってそんなに差は出ないのかなっていう感じなんで、うん、そうだね、確かに。そう、機種によっては、うん、まあ、その信頼度も変化あると思うので、そうだよね、頻度も多少異なるんで、その辺の機種選びは大事なんですけど、 SAO の先フラッシュは一応白と赤があって、うん、ある赤の方じゃないと先バレには認められないということで、ケチ方だ、ケチなんです。まあ、大人が決めたことだから、そうだね、私じゃないからね、決めたんで、じゃあ先告知先生、はい、どの先告知先生的に、先告知がなりやすい台は何ですか。いやね、こればっかりは、うん、多分数字的にもリゼロが一番なるんじゃないかなって思うんだけど、ね、なんかそんなイメージは。でも私は体感、この間500回転ならなかった、うん、そうなんだよね、そういう人もいらっしゃるじゃん、うん、体感は富士が一番なりやすい、先ローリング、私の体感はね。あ、ただ信頼度も一応 40% となってるんだけど、外れやすいイメージでもあるから、私が狙ってるのは息フラ、息フラ、いきなりフラッシュ、生きてるフラッシュ、サミーフラッシュ、いきなりフラッシュ、サミー系だ、サミー系、言い方生きてるけどね。でも確かになんかイメージ、うん、ケインちゃんはもうサミー系でバンバン鳴らしてるイメージが好きだよね、打ってるイメージある。どうしよう、どうする、何行く、何行く、でもね、リゼロも2が出たから、うん、あ、そうなのよ、そう、気になるところであるよね、空いてたらね、台取れたら行きたいけど、それはそう、悩むな、悩ましいね。でもなんかラギオは SAO のイメージがあるけどね、好きだけど、だって白ダメって言われて、あ、白なんだ、一番最近白で売ってる。あ、そうなんだ、そっか、そのちょっと赤並んのよ、並んのよ、並くなるね、赤にするとね、うん、ちょっと入ってから考えよう、うん、なるほど。みのりんもなんかこう、でもそれこそ SAO がまだ右に入ってないんですよ、うん、私辛いよ。そう、だから今日かな、うん、今日かな、何万ぐらいでまだ入ってないですか。もう何回だろう、当たり的には6回ぐらい、うん、時短もついてるけどね、あれね、いや、なんか入んないのよ、70もうあれだ、通常時から黒7揃えるしかないよ、ラッシュ付きの図柄。いや、だからもう、うん、ちょっと今日か、今日ちょっと、マジ今日か、先告知王だけど、うん、一応個人的な、そういうの、うん、そう、うん、個人的な欲も丸出していこうかなと思います、うん、それもありだと思います、はい、みのりんリゼロ行かないんだったらリゼロ行こっかな、え、本当、新しいやつ、うん、私わかんないよ、新しくない方がいい、新しくない方、あ、そうだね、だって新しい方34なんて、そうだね、そうだね、まず、でも面白いらしいからね、超面白い、超面白いけどまあまあ私もまだね、決まったわけじゃない、うん、息フライにするからちょっと、はい、まあ、あとは機種変えても全然いいんで、うん、はい、で同じ機種でも大丈夫なんで、じゃあバンバン先告知を鳴らしていきましょう、頑張ります。はい、1台しかない、鋼鉄状のカバネリを取りましたので、とりあえずはカバネリからいきたいと思います。ただですよ、いきなりフラッシュがですねあるんですけど、オンにしましたけど、他の台に比べて信頼度が高いのでならないかもしれない50% あるのでね、なればまあ1回鳴らして
サクッと当てて出して、ちょっとリゼロも考えたいと思います。お願いします。さあ、それでは初打ちになりますけれども、打っていきたいと思います。よいしょ。はい、ではリゼロ2からいきたいと思います。ちょっと生きて生きフラーとか言ってたんですけど、結局リゼロ2にしちゃいました。まあでも、なんだろう、一応同点になった時は定まも大事ですし、リゼロ2本当面白いんで、ちょっと先バレ鳴らしてしっかりラッシュにも入れて球もいっぱい出したいと思います。で、まあカスタムでね、先バレ入れてるんで、まあ、前作もそうですけど、鳴らずにまあ発展したらとかそういうのもあるけど、基本的には占有率が相当高いと思うんで、当たるときはほぼほぼ鳴ってくれるとは思います。これはね、ちょっと本当体感なんですけど、2の方がなんか前よりなりやすい気はしてる。これはもう本当体感値なんで何とも言えないんですけど。おい、1ポイント。とりあえず1ポイントです。当たらなくても1ポイントです。ただ当たればさらに1ポイント、ラッシュ入ればさらに1ポイント。あ、一応なんて言うんですか、まあエキドナブルっていうんですかね、先読みで、まあ、前作のレムちゃんのところが今回ね、エキドナになってるんで、ドナブルも入っております。あ、これね、このなんていうんですか、変動開始時のこのステップ、今2まで行ったんですけど、まあ、ステップ2まで行くのとプラスね、キャラによって信頼度違くて、今エキドナだったんで割とチャンスアップ。ほうほうほう。あ、こっからロングリーチからメメント、これでちょっと発展先を決めるみたいな感じの演出になりますね。おそらく強欲が2個、あ、まあ強欲2個あって俺を選べが2個、まあかなりどっちも強いというか、俺を選べがいいけど、あ、強欲 SP ですね。これがまあ前作でいう、あの鬼がかったやり方 SP リーチって感じです。いや、当たってほしい、できれば。これでまああの、これが鬼がかり予告的な感じです。今回は強欲、強欲予告で、今回エルザはね割と強いキャラになってるんで、前作はね、ちょっとエルザ残念だったんですけど、今回は割といいキャラになっております。で、ホリマカになりましたね。エルザ対ガイフィール、ガイフィールが勝てば当たりです。いや、当たっていいと思うけどな、どうなんだろう、比較的予告が少なめな、あ、で、これはまあ激アツジャッジ、当たると思いますよ。よいしょ、あい、早い、やりました。いや、しっかり先バレも鳴って当たってくれたんで、ラッシュも入ればもう一気に3ポイント。37回転、中にこの告知帯、告知選べるんですけど、私は完全告知が好きなんで完全告知にします。コベアトリスが開眼すれば3000に昇格します。基本シンプルで何もなくこう急に開眼するんですけど、多分場合によってはちょっとした何かがここがね動くとかもあるはあるっぽいですけど、どう？ベアトリス、どう？55%。
ああ、ちょっと待って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 くれ、行かないで、開眼せず、いやラッシュまで入れたかったですけどね、ダメでした。残念ながら単発の方引いちゃったんですけど、まあこれで2ポイント、一応先バレと大当たりでゲットです。おー来たー、先どきだこれが、はい、あしかもレバブル来てるね、当たるんじゃないでしょうかとりあえず先どき来てますので、あからね、1ポイントはゲット、次ね、わあ、おお、赤レバブル素晴らしい、安心して見てられますね、続かせたい、はい、おー3連、うん、いや緑からのまだまだ、はいよ赤、先輩、おお、いいね、派手ですな、させたい SP ピンチ、あ、見舞いたい 3.5、不安になる、え、大丈夫だよね、でもさすがにレバブル来てんだよ、だってレバブルつけてて、先を見つけてて、全部来てんのよ、さすがに当たるよね、あ、よし、上がった、危ねー、51回転ですね、総投資6000円になります、よっしゃー、よかった、これで2ポイントゲットですね、当てました、よし、でこれが7だとね、ありがたい、え、プッシュ、え、7はさすがにない、ってラッシュラッシュラッシュって書いてある、ラッシュラッシュもうゲットこれで、え、あ、ここでもう決まるのか、え、ありがたいことです、え、めちゃ嬉しい、え、3ポイントやっぱ 63% ですもんね、 63% 入りやすいですね、モテボーナス、よっしゃー、うん、来てるさあさあさあ、これは当たっただろう、リバブル来てました、おかわいいこと、はい、さあ小倉瀬タイム、緑保留です、88、ゾロ目はなんか熱かったりしないんですか、はい、オッケー、よし、
さあさあさあ。で、右打ちは全部1500ですもんね。ありがたい。シャー。フル解放。超絶モテ期。超絶モテ。おお、当たった。これが2個目ですね。これカスタムどうすかね、切った方が面白いかな。なんか全部つけちゃってると来なかったらもうないなって思っちゃいますもんね。おお、いきなり当たる。びっくりした。スピーディー。先読み来てる。先読みは生きてるから大丈夫よ。結構強いと思うけどな。さてー、よし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 。体育倉庫で告られたい。おお、もう当たってる。なんかいろんな告知の仕方があるのね。レインボーですから。しゃー、ゴー多すぎ、すごい。はい、超はい、おおお、先読み、ナイス。来た来た来た、すごい。当たっちゃい、当たっちゃい、まず。おい、気持ちいい。なんだそれ。いやー、お、先読み、先読み、先読み。大丈夫、オッケー。危ない、怖い。まさかあなたが出てくるとは。選挙に参加しているとは思いませんでした。OK。 一撃、いや、よし、はい、ありがとうございます。あ、でも来てる来てる来てるよ、この辺どうは。いや、次こそ、もうレインボーですから。もうレインボーなってるんだけど、そう、レバブルとか入れてるからね、多分ね。大丈夫、今度は開くから、絶対開きます。あ、もうレインボーだし。あ、早い、あ、すぐ。あ、ありがとうございます。はいはい、フル解放、いきます。あ、早っ。そうだね、2回か、4回転か、あ、4回転目で当たってたね。あー、赤だけど、強そうだけど、でも何も来てなかったな。来てなかったっすよね、先も来てた。当たってほしい。あった、オッケー。レバブルは安心するな。
読み叫びナイス。え、なんか80パってそんなすごいでしたっけ。すごい、どうしたんだろう。おおお。来すぎなんだよな、すごいな。ではない、ではない、ではない。終わったかな。はい、18,300発。はい、いや相当出ました。13連ですね。十分でしょう。うん、出玉としてはマジで十分。はい、下国上等に移動してきました。まあこれなら199なんで、イキフラカスタム入れて、まあ当たりもねこまめに稼げると思うし、まあもちろんねラッシュも入れたいんですけど、右打ちめっちゃ速いんで結構いけるんじゃないかな、ポイント稼げるんじゃないかなと。今度こそイキフラ鳴らします。よし、移動してきました。リゼロでございます。みんな大好きリゼロの先バレーをたくさん鳴らしたいと思います。お願いします。まだね台選びたい放題な状況なので、まあ 2,3 台ぐらい打つんじゃないですか、いつも通り。跳ね歩いちゃうんじゃないですかね。わあ、なったー、1ポイント。1ポイント、どれだろう、なんかポンポンって入っちゃったか、次かその次なのか、次の次かな、あ、これ急にでかい、ちょっと下げていい、これですか。そうですね、55回転目鳴ってくれました。いい音が、あ、ちゃんと鳴ったところもメモしないと忘れちゃうから。ポッキュン、鬼が勝ってほしいな、景気よく。よいしょ、色つけて。でも赤くならないですかね、そっからね。なんか強い予告絡んでほしい。赤い文字で行こう、赤い文字で、はい、赤い文字や。いや鬼がかんないか、頼む、一回で決めたい。ジャペテルギウスのマネコンティ長い、鬼がかってくれた、鬼がかってくれた。とりあえず外したくないよね、鬼がかったリーチはね。当てたいですわ、ちゃんと。結構もしかしたら中身の濃いエルだね、はい、中身の濃い先バレかもしれん今回。まあ、でも1ポイントいただけましたんで、はい、ありがとうございます。外れたけど、そうなのよね、まあ、リアルに4割5割ぐらいレベルのリーチだったんだろうな。うわー、なったー、びっくりした。次のやつね、186回転目の変動か。ひとまずは2ポイント目ですが、
当てれば3、そしてラッシュ入れば4となります。赤いー、色つけろ、色赤くならない。もうちょっと保留の色なんとかなりませんか。先ほどそちらで外させていただいたので、ちょっとダイチャンスとかが見たかった。てかミニレムは動いてないっすね、そういえば。白い赤くない。お、軍予告入ったよ。ちょっとあるんじゃないの、ちゃんと。マジ軍、いやでも軍でもね、50何パーだ、60パーないぐらいだったはずなんだよ。いや期待したい。大にがからないけど赤タイトル頼む。青、緑、もう金、小金、ほい、緑、あーきついんじゃない、ちょっと軍入ってもこれは。最後ボタンなんとかならないかな。お願いします、普通のボタンだけ。どっだ、軍予告なんで出てきた。あー、たらん、2ポイントですが、はい、3度目の正直あるよね。まあまあ、先バレーのペースとしてはまあなかなかいいんじゃないですか。186回転で2回、単純計算で90何分の1ぐらい。ういさー、来ました、キュインちゃんがちょうどお花を摘みに行ってる間に、雪ふら来ております。保留も変わっていて、先読みチャンスもねついてるしね。あ、それはでもこっちの方が優先されるのか、関係ないかな。熱、熱、熱きてます。さあ、とりあえずは1ポイントゲットからの、はいはい、うん、赤い、まあ、3連まで行きますよね。ほうほうほう、ホールド、おお、極み、究極ゾーンです、究極ゾーン、絶対強いな。おお、え、もう当たる気しかしないんですけど。2連で終わりかな。じゃあ、さあ、オーラレベルマックス、はい、うん、はい、サイブレイ、これフォーかなんかと多分一緒だから、でも青い、白だな、ちょっとここが赤じゃないから大丈夫かなと思ったけど、まあ、あー、もう、はいはい。当たる気がするけどな、さすがに。はい、
はいよ、あ、激理系キリン柄、ありがとうございます。よし、2ポイントですね。で、はい、63回転です。早いな、ほい、ナイス。あーだよね、いきなりフラッシュ、いきフラがお願いだ。え、おお、来た来た来た。どれかな、これかな、今入ったやつですよね、多分ね。だよね、多分これか、違うか、どれだ。あ、やった、当たりました、ナイス。で、これで83バーを引けているってことでいいのか、いいのか、突破したいの、あ、こっからか、こっからめっちゃ7点だけど、レインボーだけど絶対大丈夫なやつですね。やった、よし、さあ、拠点突破入りましたね。あ、当たってるし、これ始まっちゃうよ。始まっちゃう、もう終わんないから、これ本当にマジ終わんないから。なんか終わんないってはなんか聞いたの、一生終わんない、昨日聞いたのよ、なんか83パーあるんだもん。でとりあえずじゃあこれでまた3ポイントはゲットで6ポイントだいぶリードできてますね、これはね。7点だな、まあ当たるやつだ。よよよよよよ、え、もうはい、もうそっち行きたい、もうそっち行きたいやりたすぎる。サクサク行くのね、そういうことね。シンは大丈夫、ちょっと怖いな。おお、よし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 、もう関係ないから技とか。え、あ、もう関係ない関係ない、もう勢いだ、勢いで大体倒してくれるなるほどだってもうかぐやでもね、あれして、うん、そうなんだよね、ほんと5万発出ちゃうよ。出ちゃう、やだ、どうしよう、ね、最近ね、ちょっとね、いろいろ大変なことがさ、うん、あってさ。あ、そうなの、あのパチンコで、家族関係、親戚関係で結構えげつないレベルのことがあってさ。あ、そうなんだ。だからなんか、あ、幸せの総量って決まってるんだなみたいな話を今最近すごいしてるんだけど急に重い。あ、そうでしょ重いでしょ。まあ、ね、だから当たってるよね。そう、なんかこう、だから、まあ、嫌なことがあったらいいことあるし、そうだからね、なんか言うよね、なんか運の量も決まってるとか言ったりするけどね、うん、おー、レインボー、うん、やめて、私のサウザーを。あー、ごめん、ごめんね、あ、あ、やっちゃった、あー、ごめんサウザアミバはもう余裕で余裕で倒してほしいな。はいよ。はい。ダギは行っとこう。あー、3点。3はでも確定ではないでしょ。熱い？いや、確定だと思うね。うん、3も確定なの。ビビビビビグリした。とりあえず1ポイント、とりあえず1ポイントですよ。あとショックの今先読みっていうのかな。いや、これ当たってほしい、マジで。もう 50% あるからこの時点でね。2連結の時
普段緑だと思うんですけど赤なんだけど、3連結で金だったらねめちゃ熱い。私もそっちへ行きたい。ねえ、一緒に逃げ打ちしようよ。やりたいよ。まだ赤か。まだそんなに熱い予告が絡んでる感じではないかな、今んとこ。保留もね、緑なんだよね。結構赤保留熱いから、赤に変わるだけでもありがたいんですけど、変わらないかもしれないですね、このまま。剣王玉、多分こっから発展すると思うんで。発展しないこととかあんのかな。あ、まあ、ここで VS ケンシロウリーチに行くって感じなんですけど、チャンスアップが弱いと余裕で外れるんですよ、まあ、一応シェイクビジョンだったり、まあ、一番欲しいのは究極頭部、まあ、ジャギの究極無双みたいな感じでそれ入ったらもうほぼ当たるんですけど、あでも一応まあ、うん、ここの文字赤、うんでもどうかな、ちょっとなんか心もとない気はしちゃうな。本当だよ、図に乗るなケンシロウ。弱いな。でもあーボタン持つ、いやーそうだよね、なんか弱かったもんね。いやーいやー、まあしゃあない、ちょっと足りなかった。やっぱりあんまり激アツっていう演出がなかったんで悲しいけど、まあでも1ポイントは稼げましたんで。ではない。危ない危ない、なんか危なそうだな。あ、終わっちゃった。ラストチャンス。あ、まだまだあるよ。まだある。ここから全然全然ある。あー、終了。終わってしまいました。右打ち、まだ右打ち、はい、はい、まあでも十分すぎるぐらい出ている、本当に、うん、はい、ということで、8連単で11連の17085 17,085 玉出ております。すげー、わったー、ようやくなったよー。140何回転だこれ、6、7、8、148回転目ですか。渾身の先割れでお願いします。動いてないミニレム、保留も変わってない、なんとかならないですかね。動け、動かないね。白芸だ、白芸が来てる。これで当たったらラッシュだよ、マジで頼むよ。これはね、ポキュン付きなので出ますよ。おい、願いします。3000取りたいですよ、そろそろね。もうちょうど3万円目なんでね。苦しゅ、もう全部ベルヘルムがいいんですけど、じゃあ討伐隊。やだ、もう嫌な始まりじゃないですか。ちょっとあのムクルシュさんでお願いします。しゃあ、なんとか持ちこたえた。クルシュいけ、もう全部削っちまえ。追撃欲しいな、追撃追撃追撃してお願い、ほ
本当に頼む。まあなかなか来ないですけどね、追撃ベルヘルムさんでお願いします。ダメだこれダメだよ。ボタンが奇跡の赤とかお願いします。あらね、もう分かってた分かってた。中間報告ということで、はい、前半が終了したんですけど、はい、今どんな感じなのかを発表していきたいと思いますけど、はい、私からいいですか。じゃあお願いします。私は、ポイントで言ったら3ポイントおー、うんうん、言っちゃうと言っちゃうと、ね、言っちゃうけど言っちゃうけど、うん、リゼロ2で先バレと大当たりで2ポイント。当たったの？当たったのすぐ。え？早かった。裏切り者。まだ当たってないと思ってたのに。裏切ったつもりなかったから。じゃあ当たってはいいんだけど、ラッシュ入ってないから。あうん、ラッシュ入んないリゼロなんてもうさ。怒ってる怒ってる怒ってる。でも今日は先告知王だから、うんうん、もういかに。ね、先バレを稼ぐかかなと思って下克上と打ったんだけど、まだ1回しか鳴ってなくて当たってもなくてって感じで、まだちょっと。いやそうだよな、やっぱ1ポイント199だよな。そうちょっと賢くいったつもりだったんだけど、意外と鳴らねえし怒ってる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 、おかしいな。いや本当に、うんうん、でも3ポイント。まあ3ポイント3ポイント現状、うん、ラギオ、はい、言っちゃうと、うん、言っちゃった。3ポイント3ポイント、あ3ポイント、え一緒3ポイント1点だ。嘘一緒じゃん。え当たりはなしなすなす。リゼロリゼロでリゼロでね、中身の薄い先バレを3回やって、うん、あ腹立つ、ね、腹立つよ。当たりなしです。もう投資が進む。そうなん、もう当てたい当てたいね。当てたいです。だってね、リゼロっていう時にね、うん、見えてたの、みのりんの爆連が。あいいなぁ、いいなぁってずっと見て、ね、ずっとこくらせててプラスサイド、うん、その後にもね、やっちゃってるんですよ。やっちゃってるの、はい、え言っちゃうと言っちゃうと言っちゃうとね、言っちゃうと、うん、6ポイント。ええかがや様で、先どき、当てる、うん、ラッシュ入れる、うん、めっちゃ出す、いっぱい出す、うん、で、下克上に、まあ、先にね、キュインちゃんがいたんだけど、うん、下克上等に、うん、行って、当てる、鳴らす、あ鳴らす、当てる、入れる、入れた、本当すごいよね。で、いっぱい出す、え、またいっぱい出してるの。いっぱい出してました。今もう3万発以上出てるの。え、そうだよね何それ、分けてよ、ちょっとその日ごめんね、フロント来てさ、うん、私もランスよ、チョコね、チョコねとか言って来て、私はちょっとタバコ吸って戻ったら、うえーみたいな、当たった、入ってて、入った、腹立つ、そんな簡単じゃないよ、何この女、すごい、でしかもめちゃ連鎖するし、嘘、え、もうだからちょっと怪しいんだよ、私今日ミノリンじゃないんじゃないかって。いや多分中身違うんじゃない、うんね、いやいや、本物、本物、チャックとかないから大丈夫大丈夫、違う人なんだ、本物ですよ。でもね、うん、今ね移動したんだよね、うん、そうなの、うん、あの移動して、うん、まあ、 あの後半からは、うん、ついにあの憎き、あ、やっちゃう、宿敵因縁の、でも今日のミノリンなら、なでしょ、いける気がする、やれる気がするよね、今日しかないかも、そうなの、むしろね、むしろ今日しかない、今日しかないよ、あそこまで言われる、別のやつ来てんじゃねえかって言って、今日しかねえって言われる、マジかー、そうなんです、だからちょっとエセを頑張ってみようかなと思って、頑張ってほしい、でも6ポイントだから倍だけど、まあ、でもあ、だって当てて、そう、あっちゃえば、鳴らして当てて、ラッシュ入れればいいから、まあ、このあと3回ぐらい鳴らして3回とも当てて3回ラッシュ入れるから、私はこのあと9ポイントぐらい入るから計算早い、うんうんうん、すごい。まあ私も、まあ、次鳴らして当てて、まあ、すぐ入れるんで、でもほら出ちゃうから、うん、長く続いちゃうから、ね、あの9ポイントまでだと思うのね。マジで今3万発ぐらいあるの、確かに時間は取られちゃうんだよね。そうそうそう、時間取られちゃうから、そうそう、うん、もう私3万円使ったよ。早い、私もまあ3枚目は行ってますけど、うん、なるほど、まあ、ちょっとね先告知だからポイントもあるんだけど、うん、ただまもね、もちろん、そうね、プラスだからプラスじゃないとご褒美もらえないって。そうだよ、もらえないんだよ。え、知らなかったんだ。書いてありました、書いてありました、書いてた、書いてありましたっけ、書いてた、あ、じゃあ本当頑張ろう、じゃあ本当頑張ろうとりあえずプラスにしないと、はい、今だから権利あるのみのりんだけど、まじか、ね、それちょっと知らんかった、すいません、私たちもマジで1万発は絶対出さないとやばい、ね、
せめて先告知用でご褒美だけと思ってたけど、うん、このままじゃダメです。ダメですよね。じゃあ後半はプラスとさらにポイント稼げるよう頑張りましょう。頑張ります。頑張ります。さあ、SAO に移動してまいりました。ついに今日この時が来たか、忘れ時代ですね。行きましょう。まあ、しっかり、スタートフラッシュモードは入れてあります。赤ですからね。はい、ちょっとね、私の完全なミスなんですけど、サザマプラスじゃなきゃご褒美もらえないっていうことなんで、割と使っちゃってるから、まずこれでね、まあポイントを、まあ、当たりまで、まあ、ラッシュ入んなかったらもう移動して、またちょっと、もうちょっとラッシュ突入率が高い台に行こうかななんて思いつつ、まあ、でもできればこれでサダマプラスに持ってきたいなっていう感じですね。ちょっと後半はダッシュで頑張ります。とりあえずですね、後半のスタートでまず、4枚目を入れます。本日のあー帰ってこいよと、多分ねちょっと時間空けちゃったんで戻ってるので、戻して、さてこれ先バレバレバレ、よいしょ。さあ行きますか。そろそろね当たってもいいと思うんですよ、本当に時間的にも。スロースターターすぎる最近、本当前半に当たりの絵がねなかなか取れないんですよね。おかしいな。なったー、ぼーっとしてたぼーっとしてたよ。233回転目、よろしくお願いします。レムさん動いてない。この台では2回目の先バレでも2台合わせて、これで4ポイント、4ポイントになりましたよ。大チャンス、見たかったやつじゃないですか。赤、よしよしよし、ちょっとやる気があるじゃない。頼むよ。あの金の大チャンスも 60% はあるからね。3点、そこは白いのか。鬼がからせましょう、しっかりと。よし、鬼がかり。うっ、鬼やつからレインボーでしたよ、見ました。ようやく当たったよ、しかもレインボーだし、よかった。そういえばね、先バレ鳴ってからプレミアに変えるとか言っといてやってないんですけども、もうプレミアのことが起きてくれました。一応一発告知オンにはしてたからね、してたからね、カスタム。いやー気持ちがいい、よかったー。なんとか総投資3万と5500円、ありがとうございます。泣いちゃう。これで当たったので、トータル5ポイント。レインボーだったからね、もうラッシュだとして、6ポイントあーやったるぞ、ここから。3000、よいしょ。じゃあここからラギの時間が始まります。絶対1万発、マジで最低1万発。そう、サダマプラスにしないとね、ご褒美のもらえる権利すらないのでね、すでに35,500円やったりますわ。なれなってくれ。なったー、気持ちがいい、ありがとうございます。
1500かな、これは。はい。22回転。なったーしゃー気持ちがいい。3000。あれ、今の金の鬼は違うの？ 1500 なん？ 1500 か。ありがとうございます。順調に続いてる。31回転早いですね。 55% が1500、リスタートが 14%。 なんかこんな大爆レインボーだったっけ。あれ保留連だよね。大爆レインボーでしたもんね。保留連してるわ。ありがてー。2回転天才。あー怖い。頑張ってくれ。まだまだやれるよレムリン。まだやれる。さあさあ、なったー。ラスト16回、3000しかも。かっこいい。ありがとう。念願のリザルトが1万発超えでございます。これでシャーモープラス息。さあ目指せ2万発早っ早っ。鳴ってない鳴ってない。早い早い早い。鳴ってない3回転あ4回転ですね。早っ。レインボーに光るのみたいな。いやもうこの際レインボーじゃなくても何でもいいんだけどね。当たってくれればもうありがたい。よし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 。2 85回転。あースモールや。300。こっちが 6% ぐらいだっけ。 6% 薄いとこ引いた300玉でももらえればありがたいですよね。あー3000になった。 6% じゃない、なんと 25% の方でした。うわーすごい。金のパチンコ玉すごいすごい。なんとまさかの3000でした。この昇格は嬉しいですね。300だと思ってたのに。85回転3000。よしよし。あー50だ50。はい、まだやれます。私はまだやれます。レムさんまだや、私にチャンスをください。30、そこをなんとか、そこをなんとか。20。まだまだ諦めない、まだ諦めない。はいはいここで当てよう。もうこのカウントダウン中に当てようね。いけ、なれ、ポキュン、頼む。あー終わってしまうの、やだー。全然2万発届かん今十分ですよね。1万5000ポイント。はい、3000もね3回。ありがとうございます。いやよう頑張った。いやーちょっと全然予定通りにいかないっすよね。ほんと私のほんと計画では、まあ、1回とか外しつつ、まあ、199だからまずペロッと当ててみたいな、まあ、ラッシュはね一発で結構仕留めるのむずいっちゃむずい機種なんで、なんか2回ぐらい初当たり取って、うちなんか1回ぐらいね外れの息フラもあったりしてみたいな。でなんか3ポイント当たって入んなかったやつとか入れてなんか5ポイントぐらいいけるかなみたいな感じでやろうと思ってたのに、無理じゃんマジで。いや次まあ当たったとして2ポイント入れられる自信ほんとないんだよな。一発目からは 2、3回やっぱやって入れば同じぐらいな感じなんですけど、今のペースだともうちょっと待てない。もう1回当たって入んなかったら
もう一回はちょっと時間的にもな厳しいかなって感じしちゃうんで、いやどうしよう、本当なんかこんなハマると思わなくてね、199だからサクッと当てれると思ってたのが意外となんか300回転とかいっちゃいそうなんで、なんかどこで見切りつければいいかもわかんない。うわーびっくり、いや久しぶりになった。でもこれマジでガセはダメ、もうとりあえず1ポイントなんだけど、もうガセはダメ、赤になろう、なっちゃおう、ホッケー、まあまあ熱い、 70% ぐらいあとは気がするんだ。いやマジこれは頼むわ、当たってくれ。はいはいはい、お、ちょっとだけね、5点牌信頼度ちょっとだけ偶数より、まあ、3とかもちろんもうちょっと厚かったような気もしますけど、多分7はね当たりなんじゃないかなって感じなんで、オーラレベル3、まあ、次おそらく3連結いくんですけど、そこで何かいい予告出てくれたりするとね、あら3連結いかない感じですか、そのまま発展しちゃいそう、あここからネクスト、うん、金がいいな、赤です、金系のなんか横欲しかったけどないですね。うーん、あーなんかすごいかっこいい、ああいや、うん、でまあおそらくケンシロウリーチに行くんでしょうかね。なん初めて見たんだけどストーリーリーチの時、これめっちゃ熱い、めちゃくちゃ熱い、これ当たったっしょ、こんなんもうでしょ、まあ、一番新しいじゃない一番熱いリーチです、本気最強リーチって感じです。まあ、チャンスアップもあれだとは思うんですけど、何もなくても相当信頼度高かったと思うんで、これ外したらもう泣いていいと思う、あートキが勝ったら当たり、ね、シロなんかに負けないでトキ、どいしょ、え、デフォ、このリーチはクレイジーギアがデフォなんかな、え、さすがにだと思うんだけど、さすがに復活するっしょ、やってるー、マジやってるー、え、ほんと無理、ほんと無理、これ外れるわ、無理うえへへへ、うえ、絶対当たると思った、泣きたい、マジ、いやなかなかいかんのよ時のリーチ、マジえぐるじゃん、まあ、でも1ポイント、でも1ポイント、すぐ当たればまた次1ポイント多く稼いだと思うしかない、もうこれは、なった、しかも保留が初めて今日先バレでちゃんと変わってる、すでに元気保留じゃないですか、よろしくお願いします、熱々、うわっ、うわっ、いえチャンス目金で出たよ、7、熱いじゃないですか、金で、え、ごめん、チャンス目多分もう金で9割あるわ今のやつ、
私のラギオ調べが間違ってなければですけどね、もうかなり激アツな展開にはなってる。まず先バレーが鳴ったのでこれで7ポイント。いやこれはもうものにしなきゃダメでしょ。あんな初めて見たよ、金ピカピカピーのやつ。抗うのよ。はい、いや強いな、鬼圧鬼がかってますよ。もうもろた、もう 85% よ、鬼がかってますね。どっかでレインボー出したいな。てか変えればよかった、カスタムプレミアに。シャン、はい、いやこれはいける、叫ばれや絶対。エルザタイトルは変わらず、いやあの図柄が金かかってたのと鬼や鬼がかってますねがもう入ってますからね、当てなきゃダメでしょ。よいしょ、はい、鬼です、もう当たる気満々です。あとはこれがどっちか、入るのか入らないのか。よいしょ、ほい、ありがとうございます。これで、2ポイントゲットなので 6+2 で6、7、8ポイント入れたいな。ラッシュもしっかり入れたい。いや続けてよかったです、本当に。やっぱりゼロだわ今日は。持ち玉もねまだしっかり残ってますし、はい、ありがとう。デブリンお願い、私なんかが2連続ラッシュやらせてもらえるなんて思ってないけど、できれば3000か見たい、お願い。まあですよねそんな気がしました。そんな都合よくね2連続ね、行くわけないっすよね。でもまだボタンでなんとかなるかもしれん。1500はもらえるから、でかい。はい、鬼がかりチャレンジ。いやーデフォじゃないボタン出てこないかな。お願いします。いやーいやボタンで通せたことが本当にないまあいいでしょう、ポイントは2ポイント稼げましたので、はい、引き続きやるわまだ攻めます、リゼロ。あ、400超えてた、怖い。こんなに当たんないとはなぁ。むなしい。199でサクッとみたいな感じで行こうと思ったら400もハマってしもてね。ちょっとなぁ、もう時間あんまないしやめようかな。さすがに心が折れた、やめよう。ではちょっとブラックラグーン4で、本当はね、ちょっとゲゲゲの鬼太郎行きたかったんですけど、先ローリングが、まあ、私の中で一番出やすいってイメージなんですけど、ただちょっともう出玉もね、サダマもプラスにしなきゃいけないってなるとゲゲゲではそんな出したことないからちょっと自信なくて、まあ、ブラックラグン4だったらいつもお世話になってるしってことで行きたいと思います。
ピクリン当たって欲しい。まあ、まず1ポイント、いいよ、早いよ、好き、ほんと好き。いやでも当たってほしい、今の私にはちょっと意味ないんだ、そういえば当たんなきゃ意味ないんだ、なぜならさだまがすごいマイナスポイント稼いだって意味ないのも、まずプラスにしないといけないの、先読みはないんですね、なんもね。ただもうキリンが鳴るか否か、鳴れ鳴れ、鳴らないの、こっから鳴る、鳴らない、鳴らないぜ。いやまだまだわからん、まだわからんけど鳴らなかった。ああ結構きついんですよね、ならないと。もううーヨランダウデータクジラ、これな発展しなかったらな良かったんですけど、多分発展しちゃうで普通にバトルに。するな、するよね、発展しちゃう。お、ゲットレディ来た。いや、ワンチャンあるな、ワンチャンある、ならなくても。ゲットレディ予告入ったんで、まあ、一応ね 70% ある予告なんですが、リーチ中チャンスアップないときつい、まだ全然ある可能性は。うーわ弱え弱えよ、あー厳しいな、発展先が弱いっすね。でまあテロップタイトル白だからちょっときつそう。まあ、なんもないっすもんね、チャンスアップがね。これはちょっときつい、マジで。時間がない、気づいたんすけど息フラ今日当たってねえほんとただのマジで生きったフラッシュなんですけど、当たってねえんだな、鳴るだけ鳴って、なんて悲しい。うったー、気持ちいい、うん、1ポイント OK。 いやもう当たるやつです、もう当たるやつです。ここで大丈夫、この第何層ってちょっと変わってくれたりとかしませんかね。なんだこれね、この保留ね、 OK OK じゃなくて、はいはいはい、どこ行くの、じゃないじゃないじゃない、あー無理そうか、うーん、あ、まあキリットの普通の保留、白でいいのかな、これ黒白当たったてくれ、でもなんか弱そうな気がしているけど大丈夫か。ディズニーからの、おお、はいはい、3、赤までてよね、はい
あれだ、エピソードみたいな。これ強いんじゃないの。あ、違う、ダイスを地下ダンジョン、え、あ、ユイの心、そうだよね。当たってほしい。なんかでもチャンスアップないとみたいな話だった気がするな。ちょっと弱いぞ。私も笑えないよ。ちょっとねえ、どうかな。頼む。嘘。うん。ゆいちゃん。ダメでしたね。やはり何もなかったですもんね。はあ、お疲れ様です。まあでもとりあえず鳴らしましたから。1ポイント。で計7ポイントですね。まあでもラギオがな、ポキョってる、ポキョってんだろうな、多分な、すぐなりそうだもん、リゼロ。あんま変わんないんだろうけど、でも。年末、まあでも、そうだ、去年何してたかなって考えたら、年末の、まあ、4日間ぐらいお休みをね、取ってたんですけど、全部体調崩して潰れました、うん、その4日間マジで意味わかんないと思って、で一応インフルとかコロナとかの検査も行ったけど出なくて、え、でも絶対そうじゃねみたいなぐらいめちゃくちゃ辛かったんですよ。でもだから去年はもうほぼ何も食べてないです。あのウィダインみたいなのずっと飲んで、あ、辛ってなりながらずっとあの今はの国のアリス の, あの漫画読んでました。そう、すごい嫌な思い出本当に。なので絶対に今年は絶対に体調は崩さないように行きたいなと思ってるんですけど、でもやっぱりなんだろう、気抜けるんですか ね、どうしても休みとかってなるとちょっと風邪ひいちゃったりとかするんですよね。あんまり良くない。だから二日酔いの時とかも仕事ある方がスッと元に戻りますもん私。そう、お休みの日とかだともうなんかずっと夜まで二日酔いみたいな感じなんで、なんか仕事してた方がいいみたいですね。なので今年はまあ3日にしましたけどお休みは。そう、でもまあできればお友達と鍋してなんか家で鍋とかして、で近所の飲み屋のあのカウントダウンみんなでちょっと30分前ぐらいになったら繰り出して行って、で酒飲んでまあ朝帰るみたいなのがいいですかね。結構あの鍋はそう、あのそうだ、去年やろうと思ったカニ鍋のカニがまだ冷凍されてあります。多分1年は大丈夫なの、多分冷凍だから。でもあれを今年こそはあの鍋にして食ってやろうと思ってます。年末年始ね、全然年末年始にまず実家に帰るのがないんで、まあでもつい最近実家に5年ぶりぐらいには帰ったので全然いいんですけど、年末年始は本当ね家でおとなしくしてたいですよね。かもしくはオールナイト行くかどっちか、本当に結局まあ休んだら休んだで暇だなみたいな感じになって、まあちょっとねやっぱお店とかの状況も厳しいんじゃないかなみたいな、パチンコ屋さんに行って打つのもなみたいな感じになるじゃないですか。だいたい、あ、それこそソードアートオンラインすんごい昔のその正月休みの時に一気見しました。本当に初めて見た時の一気ですね、本当に。
そういう時にこうまとめてなんか読んだり見たりするの好きですね。普段なんかなかなか手つけられないような重たいやつ。私はどうしようかな。まあ熱だけは出したくないですね。なさささささささ金書庫か。とりあえずなりましたね。これで9ポイントでございます。73回転目か。金書庫でございますよ。今日初めて4割ぐらいはあるよ。まあ先バレがね 40% だから頼むよ。ゴー。待って、まず43回転ポキュン。あ、またすぐカスタム変え、プレミアモードにそして変える先バレからのプレミアに変えました。レインボーだそう、レインボーどっかしらで。もうこれがレインボーに見えてしょうがないんだよね。違うんだよね。今のところ普通だな。保留が全く変わらないけど。よいしょ、鬼がからない。赤くならん、それならない、ないなこのポキュンはちょっと薄いですね、中身が。まあ鳴ってくれただけありがたいです。赤まで行った、赤まで行くんか。いや、さすがに厳しいと思います。ちょっと金書庫行ったぐらいだし。でも分かんないよ、ボタンがもしかしたら、もしかしたらボタンがどうにもならないってはい、外れでございます。9ポイント。よしよし、外れるポ、外れたポキュンでも喜んじゃうポイントが稼げるから。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、鳴ってない、ちょっと待ってくれ当たりなんですよこれ、しかも7点なのよ。鳴ってねー、鳴ってないっすよね。いやもう最高だよ、大好き、もうほんとこういうとこ大好き、マジ大好きなんだけど鳴ってないんだよな、なってないんだよなんかね、結構そのこの7点煽りの時池浦ならないんですよね。ならないで変動回収にキリンだ入れてるとね、なって7点して V インパクトなっちゃうみたいなこれなー、池浦なってればな。ラッシュもね、もちろん7点なんで3000発なんですよこれ、20% のいいんだいいんだいいんだ、まずプラスにするんだ、ほいで抜けてから2回ぐらい鳴らすわ、で最後入れるっていうね。よいしょ、大好き。いやー嬉しい、早かったですね。9回転早っ。いや私の天使ここにいた嬉しい。これでちょっと
今3万1000円、4万1000円か、4万1000円使ってるんですけど、プラスにねするできる可能性が本当にできたんで、まずはプラスにして本当に残ったわずかな時間でどうにかポイントを、今5ポイントなんですよね私。だからこれ抜けた後に1回外して次ので当てて鳴らして当ててラッシュで4ポイントで9ポイントとかだったらもしかしたら1位の可能性もあるかも。頼むぞー、もうこれ待って、あーやばい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 、これやばい、これはやばい、ちょっとね、V が入んなかったんでかなりピンチではあるけど、入んなくても当たる時もあります。いやーダメな日だな今日ちょっと。終わった。いやでもこれ結構あるあるで、私3000から連チャンできないんですよ本当に。でもいい、でもいいの、鳴らす時間が与えられたと思えば前向きに捉えていこう。あかー緑、紫か、先バレがならずに保留が変わってしまった。もう先バレありでこういう演出にしてほしいんだけどもう時間がないのよ私には。すごい音、お隣さんが。落ちっとな。ポキュンが来ましたよ、ギリギリ。さあ見事10ポイント獲得です。いやー粘った甲斐があった。あとは白ゲー倒して、ラッシュ入れてサクッと使った分だけ返してもらおう弾を。倒せばラッシュだよ、頼むよ。おおおおお、チャンスアップチャンスアップ。まあそうか、ここはね出るようになってるからね。
ああいう煽りがなくても出ますからね頼む、最初の導入ムービーがなんかちょっといいキャラで出ない？変わらんじゃないか苦しゅー、ベルヘルム、ベルヘルム、まあいいでしょう、レムリン、もう削ってくれよ、こんぐらいまで。クルシュ、クルシュ、ふい。まあまあ良さそうな流れではあるけど、レム、クルシュか、ちょっとあんまりその順番のあれを覚えてないけど、とりあえず追撃が欲しい。奇跡の追撃ない。あー、もうベルヘルム様お願いします、頼むよ。はい、さっきも見たんじゃないこれさっきも見たよ、ボタン、奇跡の赤、行ってしまえ、あはずれるダメじゃん、全然悪ゲー倒せないじゃん。今日結構得意なんですけど私、ポキュンからの悪ゲー。はい、この先バレ見事10ポイント達しましたのでね、時間もちょうどいい、実戦終了の時間ですあー、ちょっとねここで当ててラッシュ入れてみんなを持たせる予定だったんですけども、そうもいきませんでしたのでこれにて終了したいと思います。一応プラスではあります。ただみのりんがソードアートオンラインどうなったのか全然見てないので、エンディングを楽しみにしたいと思います。お疲れ様でした。はい、最後ね、なんとかラッシュには入ったんですけど、まさかそこでは先ごくじ絡まずと。でもうサダマもね全然プラスにできなかったんで、今日はほんと完敗って感じでしたね。なんかな、朝からやり直せるんだったら、なんだろうね、なんかもう小刻みに稼ぐんじゃなくて、どちらかといったらラッシュ突入率が高い台を重点的に攻めてた方が何気にポイント取れたのかなとかちょっと考えたりもしたんで、またもしこの先告知を言えない、先告知用があったらちょっとかなり作戦を練って機種選びとかもっと慎重に、はい、やってリベンジしたいと思います。はい、ということで、終了時間が来てしまいました。まあ結局1回しか鳴らせずで、まあ、当てることもできなかったんで、右に入れるとかそういう問題じゃなかったんですけど、まあやれることはやった、そしてめっちゃ出した、楽しかったです、お疲れ様です。実戦終了、お疲れ様でした。はあ、はあ、疲れたね、でもやっぱりね、すごい疲れた。こうなんだろう、先告知をやっぱ鳴らすためにさ、うん、通常時から結構気張ってるから、いやもう慣れ慣れしか言ってない、ね、もうマジで。まあ、私割と鳴らしてはきたわけじゃん、えきっとね、だってほら、ね、中間の時点でも鳴ってないって人はいなかったから、そう確かに中間の時点で336だったもん。そう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 、いやドラマありましたよ後半ね、あたすも、あったね、あたすも、あたすも、あったすも、あったすも、あったの、じゃあ私からいいかな、お願いします、お願いします。じゃあまあ私ね、最初リゼロ2で、前半はリゼロでね当たったのと、うん、あと下克上等で、まあ、外れ息フラを2回やって、うん、あ2回も2回ね、外れ息って息って息って外れやがってで最後ねブラックラグの方に、うん、もう下克上等当たんなくて、マジで当たらなかったか、ほんと許せねえ、許せねえ、怒ってる、地球急なのにってなって、ブラックラグーン移動して、うん、やっぱほら、サダマプラスじゃないといけないっていうのね、そう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 、知っちゃったもんだからね、だって結構入れた、結構やっぱだから危ねえと思って、うん、ちょっと急いでミドル行って、ブラックラグーンで息フラまた外れて、外れた、うん、そうなの、今日ね、結果で言ったら息フラ当たらなかったです。え一回もマジか。ただね、ブラックラグーンでラッシュ入ったの、おまさかのそれ絡まず息フラ、そんなことある、脳幹、脳幹なの、その場合はなってないから、あやっぱそうなんだ、私も途中リゼロで、ね、ポキュンならないで当たりどうなるんですか、うん、って脳幹って聞いちゃったから、脳幹なんだよ、だってなぜなら告知されてないから、あー脳キリフラはなったんだけどね、キリフラシュー、ただ先じゃないから、そうだね、そう結果今日ラッシュ入ったのがそれだけで、しかもそれもね
3000取ったんだけど、そのままスルーしちゃってかなり辛い感じで、投資が4万1000円で最後残った出玉が1905個で、さだまがマイナス8345個、先告知ポイントが5ポイントということで、まあ、頑張った。だってもう199って時のキュインちゃんも怖かったもん、途中見に行ったら下告知を通ってたんだよ、すごかった荒れてんな、ね、ね、私みのりんのね、ソーダアートオンライン行ってからの様子全く知らないからさ、あ、そうでしょ、知らなかった、知りたい、うん、じゃあ私いいですか、うん、そっちいいですか、どうぞ、はい、私ですね、うん、後半、はい、ちゃんと宣言通り、うん、STOに、え、あ、宣言通り、どういう、どういう、え、何、お前もしかしてタイミングの、え、先告知しちゃった私が急に、急にびっくりしちゃったよ、こっちもびっくりしちゃった、先告知しちゃった、その先告知あるんだと思って、宣言通り SFO に行きまして、ね、はい、で、まあ頑張ったんですよ、まず気持ちなったか聞きたい、なったスタッフラなりました、あ、おなってます、1ポイントは稼いでる、はい、1ポイントは稼いでます、赤じゃなきゃダメだからね、もちろん赤です、赤が1回乗った、さあ赤が1回なりました、でも今日のみのりんはね、今日のみのりんはやってるよ、当たるよね、全部当てるからね、いつもだったら外れてるけど、うん、いつも右入ってるからね、もしかしたら、はい、なんと当たりすらしませんでしたということで、ポイントは先に言っちゃうと、7ポイントです、あ、7ポイント、そうだったんだ、はい、後半だから1ポイントだけ、そう、今日みたいな調子いいみのりんでかかってもダメなんだ、当たりもせず、もうね、うん、SAO 卒業します、早い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 、当たってまた通常でとかだったら、そうね、うん、まあ、なんかやっぱそこにも行き着かなかったんで、今日当たりもしてよ、マジ何もしなかったの、そうなの、なんだろう ね、なんか合わないんだろうね、波長がね、うん、SAO の、まあ、そうね、かも今日はもう前半でやり尽くしてしまったのかなと、まあ、確かにね、出玉持ってたので、うんうん、出玉の方は、うん、投資が、たったの6000円で、回収が、最終的に2万6606玉はい、ですので、プラス2万5106玉でございます。パチンコ楽しいそれは楽しい、え、なんなんだ、私パチンカーで最近ここのホール来ると誰か一人は絶対こういう人がいる、うん、あ、2万発5、2万発、3万発みたいな、そのターンが来ない、あ、ラギオには来てないの、うん、そのターン来なかったんですけども、うん、まあ、今日はそんなの、さだま関係ないから、今ちょっと関係ないから、うん、さだま関係ないから言わせてくれよ、いいよ、そんなに関係ないから、先に言っちゃうと、うん、ラギオポイント、10ポイントです、10ポイント、そんなに10ポイント、すごい、何、めちゃくちゃ稼ぐやん、最後の最後ラスト1分ぐらいの時にもうなった、うん、それで10ポイントになった、当たっては、当たってはない、ない当たってない、一回当たったやつもあったんだよね、そう、リゼロはね、結局前半で、うんうん、まあ、前半当たらず3ポイント、うん、違うか、あれ、どこまでが前半だっけ、3ポイントまで、3ポイントまで、3ポイントって言ってた、そうそう、3ポイントまで、3ポイント、後半でね、当たりまして、うん、ラッシュちゃんと取りました、うん、で、まあ、1万3、4000発ぐらい出ました、すごい、しっかりと、そこでね、プラス1になりまして、うん、その後も、ポキュンなる、うん、当たる、うん、ラッシュ入らない、うん、ポキュン、ポキュンと続きまして、うん、ポキュンなるね、ポキュン、鳴らしたの、ちょっとでも外れによってるけれど、うんね、でも確率通りだ、確率通りちょっといい確率だった、うんうん、本当に 100回転ぐらい多分、うんうん、で、結果10ポイントになりまして、さだまもしっかりプラス1625玉、プラス、すごい、耐えた耐えた、ね、耐えた、お金入れたけど、ね、うん、ちゃんと玉ね、1万500玉残ったの、なるほど、嬉しい、まあ、投資はね3万5500円とかかりまして、うん、しっかりプラスです、うん、先告知用10ポイント獲得のラギオ、すごい、やっぱね、先告知用っていうだけあるんで、うんうん、あの、もう2桁ポイント取ってなきゃダメですよ、あ、そうだ、ね、先告知用っていうぐらいだから、確かにね、なんか君たち1桁1桁で途中でなんか9ポイント目指してるとかよくわかんないこと言ってたっていう、あの、あ、そう、聞いたんだけど、最後なんかね、もうたもう多分やめてたぐらいの時に、うんうん、球を減らしてまで1ポイント稼ぎに行こうと思ってなんか負けてると思ったんだ、そうそう、ポイント数ね、え、勝手にみのりんがソーダアートオンライン、うん、今日のみのりんだったら言ってんだろうなラッシュぐらいもっか入れて、ね、そう、ね、なんだよ言ってきました、意外とダントツのポイントはラギオが10ポイントで、まあ、サダマはね、みのりんのももちろんいっぱいではあったんだけど、今回は早いよ、もう、あ、違う、まだ先まだ先告知早いよ、まあ、ということで、しっかりサダマプラスだったということで、
編集部の方からラギオにご褒美が贈呈です。わーい、なんだろう、なんだろう、すごいすごい、なんでしょうね、え、見ていいやつだよ絶対これ、何これ、賞金じゃなくてご褒美だからね、剥がしやすいやつにしてください、私取れないこれ、あ、取れた取れた、ちょっとおしゃれの、おしゃれなね、あ、あ、あ、お、あ、マギフだー、いいじゃん、あ、マギフやった、嬉しいね、そうなのよ、ちょっとちょうどアマゾンで何か買おうと思って、今ブラックフライデーからやってるからね、そう、使わせていただきます、ありがとうございます、おめでとうございます、いや、よかった、10ポイントよかったね、プラスになった、なんかね、途中で気づいたの、だいたいご褒美ある企画で、うん、ケインちゃん MC の時って、うんうん、ケインちゃんが持ってく率高いってパチンカーで気づいて、そうなの、結構、あ、自分で回して、あ、自分でそうそうそう、自分でやってる気もする、最初前半で予言してたんだけど、うん、つまんねえ、つまんねえ、つまんない今日ズタボロ、かわいそう、ズタボロで楽しかったです、いやでも楽しかった、こう先告知ね、やっぱいろんな機種によって ね、いろんな先告知があるんで、まあ、今日打ってない台でもね、はい、あのいろんな先告知が今搭載されてるんで、ぜひぜひ皆さん先告知のカスタマイズして楽しんでください、はい、ということで今回先告知をわらぎおでした、イエーイ、バイバーイ。